iPhone から Z Flip5 乗り換えます。どうもこんにちは、クライフです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、タイトルにもある通り、来月2月に iPhone から Z Flip5 に乗り換えますという動画で、今日はどういう準備をしていくかというお話になります。今現在この Z Flip5 に乗り換える準備を着々としております。私ここにも出てますけど、Apple Watch などApple エコシステムに囲まれた生活をしてるんですけども、この Apple 製品などもどうしていくのかというお話です。いわゆる iPhone から Android に乗り換えるときに考えなきゃいけないこといろいろありまして、例えばスマートウォッチとか、イヤホン、それから AirTag とかアプリとか AirDrop とか、その辺いろいろありますので、この辺りについて私が今考えていることをお話しして、Android に乗り換えようかなと思っている人の参考になればと思ってこの動画を撮っております。今回の動画の内容はこんな形です。私が iPhone から Z Flip5 へ乗り換える理由、まずここからお話しして、その後にこの Android に乗り換えた場合に変更すべきアクセサリーやアプリなどを紹介したいと思います。で、それらを紹介しながら変更後のメリットデメリットなどを考えていこうかなと思います。スマホとかガジェットでこういう考えてる時がね、一番楽しかったりします。どうしようかなっていう妄想とか、膨らませながら楽しんでいこうと思います。それでは、行ってみましょう。はい、それではまず、乗り換える理由ですね。この iPhone から Android である Z Flip5 に乗り換える理由ですけども、いろいろありますが、一番は Android の可能性をいろいろ試したいということです。私 iPhone はずっと使ってる Apple 愛用者なんですけども、 iPhone 自体は iPhone7 ですかね。そこから iPhone7、iPhone10R で、今は iPhone12 mini というのを使っていますが、最近はですね Apple の進化が少ないというところです。ずっと買い替えよう乗り換えようと思ってますけど、いつもカメラとカメラの進化ばかりで、iPhone15 になってからはこのねライトニングから USB-C に変わったりしましたけども、いかんせん最近の iPhone は高いし、買い替えようという魅力が少ないというふうに思っていまして、いずれはこの Apple エコシステムから脱却しなきゃいけないなというふうに思っておりました。で、そうした中で発売されたのが、この昨年の9月ですね、Z Flip5 というこの折りたたみのスマートフォンが発売されたので、思い切ってこれ買ってみたという形です。この Z Flip5 どうやって買ったとか、なんで買ったのかみたいな理由に関しては別の動画でお話ししてますので、そちらの動画もぜひご覧ください。はい。で、もしも乗り換えた場合ですね、変更が必要になるアクセサリーを、まずどういうふうにしてるか先にお話ししたいと思います。まず時計は、こちら CMF の Watch Pro にします。スマートウォッチですね。で、AirTag はこちらの今、車の鍵についてますけども、セキュリティスマートトラックリンク、こちらに買い替えます。ほんで、あとはイヤホンはそのまま AirPods Pro を使おうと思ってまして、あと LINE とかアプリとか AirDrop はちょっと細かいところは後ほど紹介したいと思います。はい。で、変更が必要になるアクセサリーを順番に考えていきたいと思います。まずはスマートウォッチから考えていきましょう。この Apple Watch ですね。Apple Watch、こちらをどうするかというところなんですけども、まず Z Flip5 に対して、Android 全般そうですけど、Android 全般に対して、Apple Watch は使えないということになりますので、こっちに乗り換えた場合、使えるスマートウォッチがなくなってしまいます。そこで私どうしたかというと、新しいスマートウォッチを買いました。で、これは前回の Amazon 初売りセールでお話ししたんですけども、こちら、CMF の Watch Pro、Nothing という、おしゃれブランドのサブブランド、であります CMF から出てる Watch Pro を購入しました。こちらはAmazon 初売りセールではなかったんですけども、その初売りセールのポイントを駆使して購入しました。で、こちらは今試してる最中で、これはiPhone にも使えるものなので、2週間ほど使ったらまた電池、バッテリーの感じとか使い方も含めてまたレビューしようと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。現段階で気になってるのは、決算関係が使えないかなと。いうところと、通知が受け取れるのかというその辺が不安になっているので、その辺試してまたレビューしていきます。はい、続きまして AirTag の方なんですけども、先ほども言いましたが、こちらのアンカーのセキュリティスマートトラックリンクに、買い替えました。こちらは Amazon の初売りセールで安くなっていたので、その時に購入しております。私、他にもこのスマートトラックシリーズは、アンカーのハード版のやつですね。こちらを愛用してまして、これはまあ財布に入れてる形になります。車の鍵とかにつけるときは、こういうボタン型というかね、リンク型の方がいいと思いますので、これを購入しました。これはまあ iPhone でも使えるので、今現在も iPhone で活用しているということになります。で、イヤホンは AirPods Pro を使ってるんですけども、それはそのままでいけるかなと思います。これですね。AirPods Pro 第1世代ですね。ちょっと第2世代に買い替えて USB-C 化したいところもあるんですけども、この辺は我慢して使いたいと思います。使えますよね。もしかしたら、それぞれの機能が使えなくなるかもしれないですね。Android やと外音取り込みとかその辺が使えるのかな。調べてみるか。はい、ちょっと調べてみましたが、AirPods Pro 着脱での自動再生と停止。これはあんまりスマホ側でもできるという感じですね。で、バッテリー残量の表示。これできるね。長押しのカスタム設定と Google アシスタントの起動、ができないみたいでございます。じゃあ、外音取り込みとかノイズキャンセリング使えそうなんで、まあ、そのまま行ってみようかなと思います。これはいい感じですね。はい。続いてアプリに関してですけど、まあ、この辺はなんとかなるかなと思っております。私が使っているもので、アップルしか出してないものいろいろありますけども、例えばリマインダーとか、純正メモアプリとかね、ショートカットとかもありますけども、その辺はまだなんとか対応できそうかなと思います。私カレンダーとかは Yahoo カレンダーとか、TickTick というやつを使っていたり、写真は徐々に Google フォトを使い始めていたり、Amazon フォトを使い始めたりしているので、その辺は大丈夫です。一番心配なのは LINE ですね。LINE の乗り換えがどうなるかというところです。基本は2週間のバックアップ取って、それで移行できるみたいなんですけど、なんか調べたら、アプリとか使えば LINE もごっそり移動できそうなので、その辺も実験としてやってみようかなと思いますので、それも動画にしようと思います。あと、ファイルに関して AirDrop ですね。AirDrop に関しては YouTube とかいろいろ見てると NearDrop というアプリがあるそうで、それでまあ設定がいるそうなんですけども、それをすれば、私今 Mac 使ってますけども、この Z Flip5 から Mac に、また Mac から Z Flip5 にもいけるみたいなんで、その辺もまた使ってみようかなと思っております。そんな感じでしょうかね。はい。今のところまあその辺がネックになってくるかなと考えております。はい。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今日はまあちょっと語り動画みたいな感じでございましたけども、iPhone から Z Flip5 に乗り換えたらどんなことが起きるかなと。どういうふうにアクセサリーを変えたり、対応しなきゃいけないのかなというところを考えてみました。まあ基本的には来月2月に買い替える予定なので、その様子はその時に動画でまた報告しようと思います。まあせっかく買ったんでね、これ今サブスマホとして使っておりますけども、メインスマホにしてがっつり使っていこうと思います。また使っていくうちにそういう問題とかね、いろいろ出てくると思いますので、その辺もまた動画にしようと思います。この動画参考になったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。このチャンネルではこういうスマートフォンとか、普段はカメラとかガジェットの話を中心に趣味でやってるチャンネルになります。次回以降の動画で上がるこの Z Flip5 の様子など、ガジェットに興味のある方は、ぜひチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。一応2024年内で1000人目指しておりますので、よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん今日もグッドライフを。バイバーイ。地震だ。地震やんけ。地震来てますね。